草野仁さん、日本のニュースキャスター、司会者、元 NHK アナウンサーですね。身長170センチで、胸囲が116センチあります。出身地、長崎県島原市。1944年2月24日生まれの77歳。血液型 A 型で、東京大学文学部社会学科を首席で卒業しております。中学時代は長崎県大会陸上100メートルで優勝して、高校時代には100メートルを11秒2で走っております。ソフトボール投げ86メートルを記録し、頼まれて出場した高校野球の新人戦では4番を打てました。大学時代で相撲で国体長崎県予選に参加したことがあり、当時77.5の体で130キロの前年度優勝者を投げ優勝を果たしています。 NHK 新人時代には上司とアマチュアレスリングの取材に行き、やってみお前もやってみろと言われ、関西大学の現役学生選手と対戦したんですが、未経験なのに勝利を収めたという逸話もあります。剣道の有段者で2段です。ベンチプレスでは100キロ超を献上して、リンゴを片手で握りつぶし、分厚い電話帳を真っ二つに引きちぎり、親指と人差し指でくるみを潰すこともできます。